僕は心の中で悪感べーって舌出せる力が必要でね、うん、外はニコニコしながら心なんだ悪感べーって、うん、何好きなこと言ってんだって言える人は自分との調和ができてるから、うん、うつ病になりにくいんですよね、うん、でもどっかでいや悪感べーなんてやってる自分が良くないとか、うん、あの内側まで真面目にしようと思う。先生、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日もどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。江藤先生、うん、質問を預かっております。お、ぜひとも。うちの父が、うん、全然うつ病が良くなりません。お父さん、どうしたら良いでしょうか。そうか、心配なさってらっしゃるんですよね。家族の方が一番ね、はい、気遣いますもんね、うん、でもまあ一番辛いのはお父さんで、はい、このうつ病をね治す、まあ、薬もあるし、ただやっぱりそのうつ病っていう病気の部分に焦点を当てるよりもやっぱりその性格の気質っていうのはすごく大きいんで、うん、やっぱりうつ病になる人ってすごく真面目に物事をね考えてしまうケース多いんですよね。例えば自分の欲求を通すよりも他人の欲求にすごく敏感、自分が右だなと思っても周りが左だっていうと左ですよねって言ったり、行きたくない時にも行くよねって言うと世間体を考えると行かねばならないって無理して行かれたり、楽しくない時に一生懸命自分もテンション上げて楽しまないといけないっていうね、あの他人の顔色をすごく見すぎて自分の顔色に対して無頓着になって、そしてそれで結果的に疲れ果ててやっぱり苦しくなるってケースが一番多いかな、うん、で自分の顔色っていうものをに気づいてないケースが多いんです。そうなんですよね。犬においでおいでって言いながら、はい、こうバットを構えると、はい、犬はおいでって言われるから寄っていこうと思うんだけどバットも怖いんですよね、はいはい、で気を使わない、うつ病になりにくいあの犬っていうのは、まあ、犬がうつ病になるかどうか実験で、ね、やっぱりすごいストレスがかかりにくい犬は、うん、おいでって言った時にバット構えた瞬間に本能のまま動ける人、例えば動ける、うん、逃げる犬はこれうつ病にはなりにくいんですよね。ところがおいでっていうご主人が言ってるから、でもバットも構えられてる、そうするとおいでって言いながら一方では来るなよってやってるわけですよね、叩くぞって、うん、これダブルのメッセージ、これダブルバインドって言って、うん、グレゴリー・ベートソンっていう学者が、はい、やっぱうつ病とかノイローズが出てくる家庭には、うん、このダブルバインドを使ってる親御さんとか周りの人がいると、例えば会社でも朝はこれで行くぞって言った時に夕方になったら、はい、俺はそんなこと言わんかったみたいなね、うん、朝礼勃開っていう、ね、言いますけど、朝言ってることと夜夕方上司が言うことが違う、はい、そうするとまあいい加減な上司だなって、実は憎める人はいいんですよ腹の中で、でもあ自分が期待に応えられない自分がダメなんだとか、うんうん、そうやって自分の責任にしてしまう人、うんうん、例えばダブルバインドで、例えば子供がお母さん暑いから窓開けていいって言うと開けなさいよっていうお母さんが言いますよね、はい、言葉はオープンザブインド、はい、開けなさい、でも雰囲気が閉めなさいなんですよ、そうなんですよね。そうすると子供はこの時にどっちなのってはっきり親に対して反抗できる子はうつ病にとかノイローズにはなりにくいんですよね、うん、ところが逆に言えばあお母さんどっちかなと思って、きっとお母さんの雰囲気的に締めた方がいいだろうなと思って、うん、そっと締める子がいるんですよね、はい、こういう子はすごく周りの空気を読みやすかったり、うん、大人たちの反応、またそういうお父さんなんかもそうだと思うんだけど、うん、常に周りの顔色や周りの雰囲気を全部こう感受性鋭く受け入れやすいから、そしてまたうつ病になったりすると、はい、弱さから来てるんだなと、うん、自分は、うん、もうダメだなって、さらにうつ病が深刻になっていくっていうか、はいはい、だから自分を責めてしまうんですね。そうだからそういう意味では、はい、どっかで、うん、僕は心の中で悪感べーって舌出せる力が必要でね、うん、外はニコニコしながら心なんだ悪感べーって何好きなこと言ってんだって言える人は自分との調和ができてるから、うん、うつ病になりにくいんですよね、うん、でもどっかでいや悪感べーなんてやってる自分が良くないとか、うん、あの内側まで真面目にしようと思う、うん、
うん、内側まで元気じゃないのに元気なふりをしようとする、うん、そしてこう長期会社なんかうつ病で休んでるとそんな自分を責めてしまう、うん、だからもうねいいんだと思う、給料もらいながらね、もうですね、傷病手当もらいながら僕はもう休むんだぐらいなね、腹くくって、うん、休まれる方がこういうお父さんって一生懸命直さねば直さねば直さねばって思ってる、それも家族のためにで、お嬢さんか息子さんか分かんないけどお父さんがうつ病が長くてっていう周りの人たちの期待を過剰に感じやすいんで、まあどちらかっていうと僕はもうゆっくりしたらいいんじゃないって、無理しない方がいいよって、まあ言っても無理しちゃうんだけど、うんうん、でもお父さんはそうやって頑張ってきたんだから、うん、今はお父さんとこうやって触れ合うのが楽しいわとか、こういう会話ができるのはいいことなのよって得たことを家族として語ってあげた方が、はいはいはい、うん、いつまでうつって治るんだろうねとか、はい、逆に言えばうつのことを調べて、はい、周りが全体的に治そう治そうって、治そう治そうと、うん、すると余計その今本人はさらにプレッシャーになって、治さなければならない、早く元気にならないと、早く元気にならないとと思うと、ここにまたダブルバインド、はい、元気にならないといけないと思いながら元気になれない自分、うん、このダブルバインドが起こるんで、うん、だからそういうのをぜひともね、うつ病になりやすい基本性格の人は、うん、どっかで自分の素直な気持ちよりも周りのことに気を使いすぎるところがある、だから社交的な部分で社会人として顔ではそうですねって言いながら心の中であくべーってね、うん、やる力が必要だと思いますよってことかな。ありがとうございます。さらに周りの人たちとしては、今お父さんがそういう状態であることを肯定できるような声掛けをしてあげる、うん、そうね、お父さんこういう時間って大事よねとか、うん、私こうやってお父さんとこういうことを通して、うん、お父さんがうつ病になったことで私お父さんといろんな心の話ができたり、今までの人生の振り返りもできるし、私にとってはすごく得てることが多いんだけどなって言ってあげることが一番その最高のサポートになるんじゃないかなって、その時に初めて、あ、家族ってありがたいし、一番大事なことは焦らないっていうことと、うん、これは決して良くない状況じゃなくて一つの治療の一環として今自分はゆっくりすべきなんだなっていうことで、周りがそういう雰囲気を作ってあげるってことをすごく大事だと思います。またお父さんとかって責任があったりだとか、あと外で戦ってきたりだとかいろいろありますもんね。そうね、そうね、だからよくね言われるのは、女の人は自分に頑張った分ご褒美あげようとか言っておいしいもの食べたり楽しいところ、でもどこか男の子はしっかりしなさいとか頑張りなさいとか、サボっちゃダメよって言われて、すごく親のブレーキが未だにかかりやすい人は、それは過去の自分であって、今の自分はもう自分の生き様で生きるって腹くくった方が、どっかで小さい時からの呪いっていうんですけど、心理的にこの魔女の呪い、親から言われて常に頑張りなさい、サボっちゃダメよとかね、後ろ向きになっちゃダメとか、常に内側から立派でありなさいって言われちゃうと、そうすると立派じゃない自分を責めたり、その期待に応えられない自分を責める、それがもうよりうつ病を強化しちゃってしまうんで、もう分離していい、もう嫌いは嫌いで結構ね、僕はそんなに内側もいい人になれない、もしうつ病的性格の強い人はそういうことをねちょっと意識した方がいいと思います。あ、そうですね、自分の性格を割り切る、うん、あと魔女の呪いに気をつける、気をつける、気づくんですかね。そうね、はい、親から言われ続けた親じゃなくても自分の中でまだ親がいて、はい、どっかで頑張りなさいとか、これじゃダメよとか、もっとパーフェクトにとか、全てうまくやりなさいとか、弱音を出しちゃいけないってずっと小さい時から言われたことを自分の中に取り込んで、自分の中に親が自分を毎回責めてる、その人の期待にいつも応えてる自分がいないかっていうことは意識した方がいいかな、うん、ありがとうございます、うん、江藤先生、今日もこの方にですねめちゃくちゃ励みになるメッセージになったと思います、うん、そうですか、ちょっとねゆっくりしてください、うん、やっぱりうつ病はやっぱりどれだけたくさん睡眠をとるかっていうことがすごく大事だし、はい、睡眠量もあるんですね。睡眠量あるよね、やっぱり、うん、やっぱり睡眠っていうのは無駄な時間だと、それ自体思ってたり、休むことは無駄なものだと思ってるのは、まあ、うつ病
性格の人の特徴なんで、これは治療の一環なんだよとか、自分を前向きにするためにこれは大事な時間を自分は使ってるんだっていうね、同じ時間でも捉え方をちょっと変えてもらう方がいいと思います。ありがとうございます、はい、チャンネル登録、そして高評価、そしてコメントも皆様からお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。